今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。だろ、あ、こいつ食えないタイプのやつだ。パチだ。本物のスカイツリーは見れたのかな、おのぼりカラス。あらあら、まさか緊張していますの、沢村さん。無駄口の多さこそ緊張の証じゃないかね、クロウさん。よいよい。おのぼりカラスさんじゃねえの、よかったね、はるばる来たのにすぐ帰ることになんなくて。そんなにはるばるじゃねえし。じゃあ明日もせいぜい生き残ってね。そっちこそだろ。クロウさんも沢村さんも背を向けた瞬間から笑っていなくて、二日目を生き残る、それがどれだけ難しいことなのか改めて感じてしまった。